大遅刻でございます。先月の2月23日、5時頃ですかね、チャンネル登録者数が2万人を超えました。とりあえずその2万人いった瞬間の動画があるので、はい、そちらをどうぞ。すってなれ。明るか。すってなれよ。うわありがとうございます。2万人やっべー。おいや、こっち来てる時に2万人やば、上ピッチ、おめでとうでね、今回は新しくね登録してくれた方とかにも分かりやすいように、改めて自己紹介をしようかなと思います。何から言っていけばいいか分からないですけど、まあ僕はステージで言います。で、間違いでね、死に点々でこうあると思うんですけど、やっぱ死に点々は間違いですね。あとハテナがついてるんですけど、これよく言われる、なんでハテナがついてるのかと、実は昔はですね、もう本当に昔旧教会の頃はですね、死に点々って名前やってたんですけど、なんか面白くないなって思って、読み方一緒だから死に点々でもよくねみたいな。で、その僕が14結局だと14からやってて、名前入力するとき4文字なんですよね。で、聖字って入れるとあと1文字余るんですよ。で、1文字余るから何か入れたいなと思って、そしてびっくりマークにしようと思ったんですけど、びっくりマークダサいなって思って、びっくりマークダサいからハテナでよくないみたいな。ハテナなんかね、びっくりマークでこうなんかドヤってするより、なんかハテナで何それなる方がちょっと面白いかなって、小6ぐらいですかねの時に、で街に点々でハテナがついたということですね。で、全角のねハテナはよろしくお願いします。別にハテナはねあってもなくてもどっちもいいかなみたいなところはあるんですけど、半角のハテナはちょっとゴールのためです。もう一つ、なぜツイッターの ID が56生徒会アンダーバー0721なんですけど、その生徒会っていうところがどこから来てるのかっていうのを、お見せしますね。こちらですね、僕の大好きな漫画があるんですけど、生徒会役員どもっていう、まずこれハマったのが中3の頃で、で高校に入ってからこれに憧れて、憧れてっていうかこれにちょっと影響を受けて、生徒会執行部にね入ったんですよ、高校の時にね。で、その時入った時がたまたま僕の高校で56期生だったので、で56生徒会0721は、そうですね、この作品ですね、読んだことがある人なら大体わかるかなと思うんですけど、そういう数字とかがいっぱい出てきます。そんな感じですね。そしてですね、今後ですかね、まずアイコンですね、 YouTube のアイコンを、俺がついやってる Twitter のやつ、 Twitter のアイコンと一緒にします。アイコンを変えます。LINE とか他の SNS とかも大体Twitter のやつアイコンなんですけど、なぜか YouTube だけ違うやつにしてて、なんでかはちょっと正直覚えてないんですけど、やっぱそっちの方がしっくりくるのでアイコン変えますっていうのと、エンディングが新しくなります。で、今日、この動画以降はですね、チャンネル登録者が3万人いくまで、エンディングがね新しく変わります。はい、分かっていただければなと思います。で、これからもよろしくお願いします。じゃあ新エンディングどうぞ。321ほい。はてなは全角地に点々、ウェイ、お猿さんとも言われてる。ウェイ。じじせいじ。ウェイ。じじせいじ。ウェイ。じじせいじのエンディング。ウェイ。